はい、ミンゴルファー池村です。コスチュームを変更していきたいと思います。この間ね、ゲットしました。クリスマス仕様ですね。まず、ノーザンライズ超得意、特大ですね。全パラメータ 20% アップと、ショットポイント及びボーナスポイント 20% アップというスキルをまず装着しまして、イベントポイントブースト、ラントの最大3倍、これもつきますね。200% アップです。そして、ハッピークリスマスの中ということですね。中なので、ここか。そうですね。今の期間で全パラメータ 10% アップということになります。先ほどのノーザンライズ超得意の 20% と合わせて合計で 30% アップするということです。さあ、今のところね、ちょっとパワー値が弱いので、ここをね、760ちょいかぐらいまでね、ちょっとね、変更しなきゃいけないなということで、今からね、能力ボールの置き換えをしていきたいと思います。まあ動画上はね、早送りでね、進めていきたいと思います。はい、これで、パワー値が761ということですね。これの 1.3 倍すると、まあ、どうでしょうかね。980ちょいちょいかな。ぐらいまで、まあ来ておりますね。まあこのくらいでひとまず行こうかなと思います。ボールはね、23個ぐらいね、置き換えましたね。インパクトボールとコントロールボールをね。はい、こちらがね、前回の結果となります。結局ね、3チップは出なかったですね、あの後ね。ということで、16アンダーのままで、1315位ということでございました。4500のメダルゲットですね。3倍でしたね。結局なかなかね、トリプルが出る。もう惜しかったんですけどね、惜しい時もあったんですけど、やっぱりね、最初のホールでまずホールインワンからね、スタートしなきゃいけないということだったんでね。なかなかチャンスに恵まれなかったということでした。さあ、先週のね、フレンドさんの結果も見ていきたいと思います。はい、全体で15位、チームで1位が18アンダーのミッサエ生産ですね。おめでとうございます。そして全体で23位が、剣バル太郎さんですね。これどういうことかな続いて、シンジさん、雪村東西線検索、ありがとうございます。どなたかわかりませんかありがとうございます。おそらくこれ黒猫さんでしょうかね。そして、ナバーロさん、ミンゴル東西線で検索、こちらもね、ありがとうございます。どなたでしょう。続いて、TK 高さん、東軍さんがですね、ありがとうございます。キューベースさん、トコスさん、リリンさんも東軍ですね。そして、あさん、雪村極月の宴、ありがとうございます。そして、ゴタさん、山本義高さん、ズーンさん、佐々木まなみさん、キム兄さんは東参加ですね。領土と CT さん、サクさん、アマユミさん、トヨさん、多くの方がじわじわ撮ってるな。つかささん、きょうさん、たまごやさん、しむーなさん、たるめにさん、なのさんは西軍ですね。そして、かおりさん、アルファアトムさん、ふうさん、ひとさん、HYO さん、カタカナの直樹さんは西軍参加ですね。あ、千代さんだ。昨日ね、ありがとうございましたね。千代さんはね、コンペに参加させてもらいました。ありがとうございます。そして、いっちゃんさん、ポンコツもぎらさん、西軍ですね。ポンコツではありませんけどね。続いて、メンジョルノさん、マイさん、ビビさんは東軍参加ということですね。ここまでが18アンダーの皆さんです。多いですね。おめでとうございます。続いて、17アンダー、親方さん、たくみさん、お、第2子が生まれましたさん。おめでとうございます。そう、おまめさんですよね。おめでとうございます。そして、ゆっかさんまでが17アンダーですね。おめでとうございます。そして、16アンダーです。ここでね、まあ、1000位内に入れるか入れなかったというとこですね。Tレオンさん、鉄55さん、元バスケ部さんは西軍参加。タマさんは東軍参加ですね。そして、私はここにおります。コバ、東さん。あ、まあ、東、東軍ということですね。ありがとうございます。続いて、ハラゲリカさん。ヒロジーさんまでが16アンダーですね。おめでとうございます。そして15アンダー。フレアさん。オーカさんは西軍参加ですね。小エリさん。文太郎さん。高一東西南北軍さん。まだ迷ってるということですかね。東西はいいですけど、南北はありませんのでね。このまんまだとね、まあ、東軍扱いということでね、勝利しちゃいますからね。続いて、リアスさん。新1973、姫っ子さん、ショコさんまでが、3000位の皆さんですね。
おめでとうございます。ご視聴お疲れ様でした。いや、まあね、東西線のね、告知もね、していただいている方も多くいます。ツイッターの方でもね、リツイートしていただいている方も結構います。本当にね、ありがとうございます。そしてもう参加表明をされている方もね、結構見えましたね。水曜日のね、夜の7時までにね、名前の変更していただければなと思います。さあ、それではね、クリスマスノーザンライツ杯、2回ね、やっていきたいと思います。1回目はアクティブスキルを使わずに、2回目はね、アクティブスキルを使ってやっていくと、いつものやり方でね、ちょうどチケット今2枚ありましたよね。その2枚を使ってやっていこうと思います。さあ、このね、ウェアセッティングがね、どのくらい効果を発揮するかということですけども、まあ今パワーは、まあほぼほぼマックスという状態なんでね、なんとかね、パワーで優位に立つような感じになりたいですよね。そうですね、やっぱここパワーマックスじゃないとね、5% ダウンを考えると厳しいかもしれませんね。さあ、風まあまあ吹いてますね。さあ、どうでしょうかね。左に、ぼちぼち、曲げまして、あちゃ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 。パワーモードではダメですもんね。やっぱり一番ウッドですね。一番ウッドで、どうでしょうかね。風にもね、運ばれますからね。まあ、少し強めぐらいで、どうだ、左ブレですね。拍手が鳴らない。あー、届かんか。届かんのね。これほんとね、ドライバーとかの本当にね、長いクラブの場合、ほんと力加減難しいですよね。さあ、頼みます。どうだ ?91%。うおー、惜しい。なかなかね、選手のデカカップをね、経験していますんでね。まだね、頭に残ってますよね。デカカップのイメージが。小さい小さいカップが。はい、最初のホールバーディーということですけども、ここはね、イーグルが物理的スコアになりますね。そうですね、やっぱここパワーがないと、ワンオンは難しいでしょうね。どうでしょうかね。まあ、900以上のパワーで、あとは超パワーを使ってのワンオン狙いか、というところでしょうかね。まあ、祝砲でもね、届くかもしれませんね。あ、でも900以上はパワーがないと難しいかなと。セカンドホールはロングですね。さあ、ミドルロングと来ました。そうですね、ここはね、最初のボールの落としどころですよね。さあ、で、そうですね、心あたりに落としてセカンドを狙うということになりますが、10% ダウンですからね。そして風が右か左にフォローですね。そうですね。これで、もうちょい右。このくらいで、おそらくマックス打ちで、ちょうどいいんじゃないかなと思って打ってみました。そうですね。拍手鳴っております。さあ、報道飛ばない。こっから右にキック。そうですね。いいですね。なるべく右に出た方が、木が邪魔にならないですからね、ここは。はい。まあ、これならね、多分いいですけど、つま先下がり&左足上がりということでね。左足上がりはそう見なくてもいいのか。いや、まあ、多少見なきゃいけないですね。ということで、10% ダウン分。と、さらに、もうちょいか。もうちょい左。さらにですね、フォローの風も考えながら、こうめちゃめちゃ難しいですね、番手。まあ、風吹いてますもんね。6番アイアンのマックスでどうでしょうかね。5番アイアンにしますか。5番アイアンだと、このくらいかな。頼みます。どうだ?ジャスインはした。ちょっとスマホはね、重たくなりつつありますね。カクカク。うわ、だいぶ左か。そう。そんなに風に運ばれたんかな。ラフが続いております。難しい。多分左に行きますからね。ちょっとスマホが重たいですね。あ、弱い。スマホが調子悪い。ガクガクいっております。やっぱ昼にやるとね、いかんっすね。はい、セカンドホールバーディーということですけども、ここもね、物理的スコアはイーグルということになりますんでね。いやー、これはね、アクティブスキルを使ったとしてもやっぱりダウンのね、雪でダウンするパーセントをどう計算するか。
まあ、練習を何度もやって、自分のね、パターンを見つけて、あとはブレ調整での、ブレ狙いでのね、物理的スコア狙いですね。まあ、チップインは本当に、ね、運が良くないと今のところね、入る気がしませんね。うわ、最後ミドルか。なるほど、ショートなしということです。まあ最初のホールがね、ワンオンできるという意味で言えば、ショートみたいなもんではありますけども、これまたね、今度はね、15% ダウンですよね。いやー、今週は難しいですね。ドライバーで、とにかくマックスで打ってみますかね。もうちょい右かな。風をね、見ています。もうちょい右ですね。さあ、風結構吹いてますからね。8、9メーターぐらい吹いてるんですかね。さあ、拍手を鳴れ。あ、なった。よし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 。なんとかフェアへ残るということですね。まあ、ここはそれなりに平らですからね。ここまで飛ばせれる方でしたら、うん。うお、まだ転がる。まだ転がる。なるほど。そうですね。左足下がりにはなりますけども、それなりにライは、うわ、それでもつま先上がりですね。平らなところがなかなかないですよね、ノーザンライツはね。そしてこの雪のパワーダウンがね、非常に難しいですよね。さあ、風もありますしね。さあ、今のところ2打目はね、全部ラフに落としてますんでね、ちょっと強めに打ってみたいと思いますが、左足下がりですからね、多少伸びちゃうんですけどね。どうだ？あ、やっぱ伸びちゃいますね。難しいですね、これは。ティーショットの落としどころも難しいですし、このグリーンはもう入る気がしませんね。このパットラインですと、どうでしょう。お、入れ！おーし、開いた！おー、超まぐれ。今ね、1.4 倍ぐらいちょっとね、強みに打ってみて、うまいこといきましたね。さあ、フォードルボーナスも取れましたが、3位で終了ということですね。はい、お疲れちゃんです。3800ついてますね。こういうことですね。さあ、1回目のトライ終了です。非常に難しいですけどもね。まあ、東西戦のトーナメントとしてはね、持ってこいのね、コースじゃないかなと思います。さあ、2回目のね、挑戦です。今度はアクティブスクールを使ってやっていきます。さーて、今度はね、霊峰で行くか、宿峰で行くかですけども、霊峰のドライバーか、宿峰での3番ウッドか、悩む。3番ウッドで行きます。で、ライジングですね。今ね、ライジングしか発動しませんので、ライジングでいきます。さあ、5% ダウンをどのくらいで見るか。うわ、出た。ドクロにならんくってよかった。もうスマホはね、重たいんですよね。うわ、ひどい。お、チップイングル、ナイスです。さあ、俺もチップイングルをやりたい。アクティブスクルーは使わずにね、温存していきます。うわ、ジャスインが全然できんな。さあ、残り 1.3 メーターどうだ？よし。はい、最初のホールね、残念ながらバーディーということです。スマホの調子がね、ちょっとこれ以上悪くならないでほしいんですよね。止めだと思ったら全然違うところでね、インパクトしてしまうというね、この、たまに起きる症状をね、なんとかしてほしいんですけどね。セカンドホールです。さあ、で、落としどころは、ここは左でしたね。超パワーだとここまで持っていけるんですけど、まあ、セカンドを狙いにくくなっちゃいますからね。10% ダウンも考えて、まあ、この辺あたりを狙って、かですね。ライがね、ほんと、今ね、三角矢印が合うところまで飛んでいけれれば、ライはまだいいんですけどね。10% ダウンですからね。ちょい右で、風にね、運んでもらうということで、どうだ？ここで超パワーでもいいのかもしれませんね。多分超パワーの方がいいですね。こうなっちゃいますもんね。ここだと多分つま先下がりになっちゃうと思います。そうですね。
そしてちょっと打ち上げですね。そう、もうちょいかな。そして霊砲です。 10% ダウンなんで6番アイアンでどうでしょうね。マックス打ちでどうだ。力加減はいいように思って打ってみましたが弱いかな。あ、いや、これ角度だな。角度の問題ですね。あ、もう力加減も間違ってました。うわ、6番アイアンでもこれか。まあ今ね、ちょっと打ち上げだったんで、それを見なきゃいけなかったということですね。打ち上げはちょっと距離がね、どうしても足りなくなってしまいますからね。さあ、なんとか入れたい。どうでしょう？どうでしょう？難しいですね。グリーンも当然ね、10% ダウンになりますからね。そこを考えてやっていかなきゃいけないということです。なかなか取れないですね。物理的スコアが。さあ、最後のホール向かいます。さあ、ここでね。なんとか、右は狙えないです。やっぱ左。ここですよね。ここで、祝砲で、ちょうどいいぐらいかなと思いますね。うわ、もう、もうね。ほんとね、これ動画で伝わるかどうかわかりませんけどね、カーソルがカクカクしているんですよね。今のも危なかったです。さあ、拍手は鳴ってましたんで、そうですね、いいですね。ここはもうここの場所で、まあ、いいでしょう。そして、霊砲で狙っていきます。今日今んところ一回もピン絡みがありませんよね。セカンドショット。非常に調子が悪いです。スマホの調子も悪いです。さあ、どうでしょうか。弱いかも。弱いのかな。弱い。まあ、でもまあまあ。今日の中では一番ね、ピンに寄りましたね。いやー、難しいですね。これは大丈夫でしょう。はい。ということで、2回目も3アンダーということですね。5アンダーを3回取ってトータル15アンダーというのがね、ひとまず今週前半の私の目標にはなりますけどね。チップをどこで取るかですよね。非常に最初のホールで取るのも難しいと思われますしね。セカンドホール、サードホールに至ってはね、どんどんね、雪の影響が出てきますからね。非常に難しいと思います。さ、ベストドライブは取れました。ボーナスポイントは2万2000ということで、まあ先ほどそう変わらないですね。5位で終了です。はい、お疲れちゃんです。ということで、2回目のトライも3アンダーということですね。先ほどよりもボーナスポイント悪いということです。はい、とりあえずね、クリスマスノーザンライズ杯2回やってみました。まあやっぱりね、アクティブスキルを使ったところでね、うまくいくときはうまくいく、いかないときはいかないということでね。まあ今週やっぱりね、ライでしょうね。つま先上がりとか、下がりとか。左足上がり下がりね、そういったところも、まあ、確認しながらティーショットの落としどころですよね。まああとは力加減に関してはもう練習ホールでしっかりとねやるしかないかなということです。そして今週はね東西戦です。第2回ゆきまチャンネル東西戦極月の宴ということでね開催されております。水曜日までにね参加される方はお名前にね東か西のアナウンスをお願いしますね。フレンドでない方はツイッターのねダイレクトメッセージで私までねキャプチャー画面とともにご連絡お願いします。まあ、今回のね配軍ですけども、クリスマスはやっぱりねチキンを食べなきゃという方が東軍ですね。そしてそうじゃないよという方は西軍ということで分かれていただいて、1週間ね戦っていこうと思います。そして来週ね、まあ火曜日ぐらいになっちゃうかもしれませんけどね、結果報告もしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは今週もね楽しんでランキングトーナメント、そしてね東西戦やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。雪村でした。